かゆの妹になったのなってないやい。あれビジネス妹までありますからね。でもね、おかゆんとはね、実はね、ちょっといろいろと考えていることがありまして、なんかね、来年あたりからちょっといろいろとできたらいいなーって話はしているところでございます。おかゆんはビジネスと思ってないよ。なんだかでもおかゆんもさ、妹いっぱいいるじゃないですか。いろんなところで妹作ってますもん。もういろんな人をさ、妹にしてるからさ、もう白神なんてもう、その妹の中の一人ですからね。妹四天王の中でも最弱。みたいなところありますから、おかゆもたらしです。たらしやおかゆも、ふんって言いながらもさ、違うよ、僕はふぶにゃのことが一番の妹だと思っているんだよとか言ってくるんですよ、絶対。ふん、そんなんじゃ騙されないんですからねって思いつつも、よしよしされるとちょっと、うーんってなっちゃうので、意志が弱い。最近だからね、スバちゃんが石弱ちゃんっていうキャラクターがすごく好きで、スバルはこれを見てっつって、そう自分の意志も強くしていくんだって言っててさ、可愛いスバちゃんと思って、じゃがいも石弱にならないように意志を固く持っていこうと。スバちゃんたまにふにゃふにゃになるからね、それが可愛いではあるんですけども。スバル疲れてる？スバちゃん、スワちゃんはね、疲れてる時と疲れてない時があるからね。でもスワちゃんはすごいよ。疲れた時はさ、疲れたーって言ってぬいぐるみとかギュッギュしてエネルギーチャージして、明日も頑張る、楽しむって言ってから、マジでスワちゃんはすごい鋼だと思ってる。鋼の志、うん、石弱ちゃんを見て可愛い、癒されるってなってエネルギー補充して、明日も頑張るチューバーみたいな。スバちゃんはいつだって元気ですよ。いつだって元気だし、いつだってスバ逆されてる。ねえ、そう、みよっしゃーって言いながらもね、それを白神は見ておもろっつって、おもろってなってますね。本当にスバちゃん一人いるだけで、一人いるだけでって一人しかいないんですけど、スバちゃんいるだけで本当に周りの空気ガラッと変わりますからね。すごいよ。楽しい、いるだけで楽しい、強すぎる光を放ち続けている。一家に一台大空スバルあっても全然いいと思う。本当に一家に一台大空スバルいるだけでメンケアしてもらえるよ多分。頑張ってる、君は頑張っている、スバルも頑張っている、偉い。そんな感じだよ。近所迷惑になりそう。音量ちょっと下げ目で、音量下げ目でね、皆さん、ご利用は計画的に。